UT をやるねや。ちょこっと期間が空いてしまってすいませんでした。もうこれには訳があるんですよ。あの FIFA のプロクラブの動画に出てくれているパウエロのヒロパヤさんがちょっと私の家に大阪から遊びに来ていて、ちょっとそれで東京案内等をしていた関係でですね、まあ UT ができなかったということでございます。すいませんでした。文句はヒロパヤさんに言ってください。やっていこうじゃないかとコメント返します。すごい、前回の動画4000回ぐらいいってる再生、すごい。だんだん WCCF と差がなくなってきましたね。メンカジさん、グリーズ素晴らしい。じゃあ視聴回数分開封ですねってやめとけ。視聴回数分って3900パック開封ってこと？ 150×3900 っていくらよ。ソーリューアスカラングレーさん、グリーズマンおめでとうございます。記念にグリーズマンを視聴者プレゼントにお願いします。それは WCCF の MVP グリーズマンをっていうこと。アーさん、チームにブロンズ選手入れないんですか？だから入れるようなチームを作ってもいいかもしんない。ケアンさん、グリーズマンクイック売却マス追加で。いや、辛辣すぎるやん、それは。ド S しかいないやん。アザール加藤さん、グリーズマンおめでとうございます。TOTW インシーネにしましょう。あ、私のインシーネを TOTW の黒に変えようぜってことですね。ペレイラ・アンドレさん、ドゥンビは日本でプレイしてた人やん。そうですよ。そう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 。しかも2015、あの FIFA ね、FIFA15 だか14だか15かな、15の時ドゥンビアめちゃくちゃ流行ってましたから。ジェズーズも羨ましい、結構高いよみたいですね。だから黒のジェズーズがなかなかこう人気らしい。アンリさん、猫村さん、そりゃそうです。ん、グリーズマンずるいっていうのがね、やっぱいっぱい来てますね。3人連続グリーズマンずるいって言ってる。最近のトレンドはこれ持ってんじゃないですねって私のトレンドワードってことでしょうね、多分ね。青木さむらさん、今コハロンたちとドラフトやったら全然違う勝負になると思う。確かに17の時は全くワンオンやってなかったんで、まあまあこうポンピンボコされたりしたんですけど、確かに上手くはなってるとは思うけど、上手いとは言えない。ゆいちゃんと一緒に FUT 収録してください。確かにね、それもやりたい。今度ドラフトやります。ほぼほぼ半決まりみたいな感じなんですけど、あの馬面ビデオさん、馬面さんとコハロンと私とそれのね、ドラフト、まずは J リーグのドラフトを我が家でまた撮影しようかなと思ってるんで、ぜひお楽しみに。ということで今回はこれいきます。まあ変わり映えしてません。だから最高レート放出の枠どうしようかなと思ってるんですよ、やっぱり。まあとりあえず取っといていいかなとは思ってます。みんなコメントで意見ください。最高レート保湿だったりとか、このなんか入れ替わり立ち替わりでこのルーレットの目は変えていきたいんで、ぜひよろしくお願いします。神の御を知るルーレットの結果、我に力を与えたまー。何よ何よ、10パック。無難が続きます。無難が、前回もね、無難な10パック開封だったんですけど、それでグリーズマン出たからね。っていうか、見てください、これ。今週の TOTW ですけど、グリーズマンいるわ。ね、ベラッティいるわ。先週私が引いた選手が TOTW に来る説。今週引いてた両方黒だった、億万長者だったわけです、私は。どういうことやねん。予言者かよ。今週引けよ。まあこれが あるわけですよ。11パックもあるんですよ、11パックも。見てこれ、81以上の週間最優秀チームのやつまた1個ゲットしてるから、ちゃんと変えときました、ギリギリに、タイミングギリギリに。まずはゴールドパックを10パック回復していきます。1パック目、これでグリーズマン出たんだからね、前回。マジで光ったらいいなっていうぐらいの気持ちで開けよう。光ったらいいなぐらいの気持ち。まあ2パック目頼むぜ。1回ぐらい光って、マジで1回でいい、とりあえず1回景気づけに。キラリン、ちょっとちょっと、頼人くん気にしなくていいんだよ、頼人くん。井川さんと絡んでたって気にしなくていいと思う。ベンテケ持ってんじゃない、持ってたって。やっぱり3パック目お願いします。
キラリンチョチョッチョチョスチョッチョチョス。まあレアが3連続来てる時点でこれまあまあ運いいですからね。ロシアリーグは作んねんだよな。まあこう割となんて言うんでしょう、割とですね SBC で出してるのこの辺がこうやっぱ持ってないことになってるっていうあれですね。4パック目お願いしますよ。そろそろ頼む。未来は僕らの手。まあそうだよ、レアじゃないの出るよ普通に考えて。持ってんだって5パック目3600だったからね。5パック目かな。引かんねん。グリーズマン出たの奇跡じゃんやっぱり。うん、6パック目1回ぐらい光って。マジ、なんでしょう、動画的に、なんでもう、疲れた体にムチ打ってですね、やってんですよ、動画撮影を。7パック目でいいのかな、7パック目で合ってます、7パック目で合ってますかっていう話で、もう分からない、勝つ7パック目だよ、きっと。プレミアムゴールドパックごときで光るっていうこと自体がやっぱ珍しい。もう8パック目ですよ、8パック目なんとかならん、なんとかならん。光るよ降臨お願いします。あ、ディエゴ・ロペス持ってんだって、びっくりした、マジデヘアとか出てきちゃうかと思った今一瞬。持ってんだって。9パック目頼むよ。まあそうだよな。あ、なんかコインコインいくら1000。でかいでかいでかい。優秀の美、優秀の美お願いします。はい、お楽しみパックでいいのが出れば文句はないです。で今回はですね、これラリーが多め、ラリーが多めです。でね、間違えたんですよ、なんかねプレミアムゴールドみたいなのもね変えちゃったんで、これちょっとどうなのって話なんですけど、まあジャンボプレミアムからいきましょう。11個もあるからね、21パックあげるってことやで。これ光るよ、光りやすいよ。なんで、サコ持ってたやん、サコめっちゃ持ってたやん。でこっちプレミアムゴールドからいこう、プレミアムゴールドから。これはね、あんまダメです。プレミアムゴールドなんで、所詮。やっぱりね、所詮プレミアムゴールドですよ。レアの選手ですらない。もう一回プレミアムゴールド。頼むて。頼むて。ああ。やっぱプレミアムゴールドぐらいじゃ、やっぱなかなか引かないよな。たらあとはカルチョ A 選手パックとラリーガ選手パックなんで、これは期待できるやつちゃうんけ。これはいくよ。間違ってグリーズマンの黒とか出ちゃったりしないかな。 OK。 アスパスだろ、つば出ちゃったって。まあアスパス持ってんだって、出すぎだって。おかしくない？ちょっとアスパス好きすぎじゃない、私のこと。ジエゴ・ロペスまたいるじゃん、ジエゴ・ロペス。どういうこと？ちょっとジエゴ・ロペスとアスパス好きすぎじゃない？頼む。でも光るよ、これは光りやすいんだから、やっぱり選手しかいないから。なるほど。
ですね。なるほどですね。3個ある、3個ある、3個あるからあと1回光って。マジちょっと宮に行こう。言わんのんかい言わんのんかい。いや、お願い、マジでグリー、あのね、風見の星、黒の黒の風見の星、やっぱ豚さんの被り物の方がいいな、調子が。おぉ、サウニゲス、サウニゲス、いいですね。持ってないよね、持ってない。これはいいよ、でもだいぶいい選手来たよ。ちょっとね、豚さんに変えよう。豚さんの方が調子いいわ、やっぱり。豚さんの方がね、いいの弾ける気がするんですよ、私は。かつて、今までの動画見返してもそうなんです、間違いなく。ラリーガプレミアム選手パック最後、これで風見ろの黒マジ濃い、マジで濃い。ほらやっぱすぐ光っちゃったから豚さんだと。もうギャグじゃん、ギャグじゃん、そんなの。そんなことあんの。持ってんだって。もう15、6、9、3枚来てるよ。ギャグじゃん、おかしいじゃん。あとはカルチョウエ、カルチョウエでも今回さ黒来てないからさ、なんかあれ、なんかね、おお豚さんや、やっぱり豚さんの時代や。アルデンティーナ、 TDM、 ミラ、おお、ビリア、ルーカス・ビリア、まあいいですね、いいけど、いいけども、いい選手いっぱいいるからな、セリエは。これは未来で行こう、頼む。何が欲しいかな、何が欲しい。ハムシク、ハムシクお願い。モントリーボ、ミランの、ミランのボランチばっか来るじゃん。私はこのパックで風見ろの黒を当てたいと思います。いけいけ、頼む、マジで頼む。何、ドイツゴールキープ、ついだ。まあ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 、まあ、すごくね、いいキーパーですよ、若いし、ね、まだキーパーとしては全然若いですから、こっからね、良くなる可能性はあると思う。まあ、ちょっと、フェアマンと使い比べてみたいと思います。畜生。はい、で、今日はリーガでちょっと試合をね、やってみたいと思います。グリーズマンがどんなもんかって話なわけですよ。あ、ちょっと消耗品使おう。契約1301。おかしいだろ。ハンターで行きましょう、ハンターで。わーい、素晴らしいですね。これで行こう。ニューカッスル。相手はニューカッスルです。ワールドクラスですから、もうこれはもうボコボコに勝たなきゃ笑われちゃうやつ。グリーズマンがね、どれぐらいの使いやすさなのか。今、ディビジョン5ぐらいまで来てるんで、多分。こちらがホームチームの先発メンバーです。いや、ちょっと今日、今日パックで何もいいの出てないんだから、3人のフォワードをちょっと気持ちを勝たして。こちらがニューカッスルユナイテッド。あ、いいですね、カラスコがいいな。 4-4-2 のフォーメーションです。2人のフォワード、スピードでいっちゃおう、スピードでいっちゃおう。うわっ、通んないのそれ。ここは2人で回します。ナイスカット、見事に奪いました。グリーズマンに当てて、ドリブルしやすすぎる。グリーズマンがドリブルしやすすぎるぞ。いきなりアシスト、え、これは精度を欠いたか。ニゲス、コーナーキック、ニゲス、あ、コーナーか、当たってんのか。短くパス、いいよ、いいよ、あおー、なんか逃げす、手に巻いてない、なんか、え、なになに、なんだそれ。いいね、逃げす、ナイディ。これはスロー、先に反応するのはどっちだ。カウンターのチャンス、仕留められるか。
カルバハル。いや、いい展開ですよ。こっからどうしようかなっつって、こういくか。よいしょー、デウロメウ、それは決めないとあかんやつ。出ないかい。デウロフェウ、危険な位置です。緊張感が増してきます。グリーズマンドリブルやば。サイドを崩してチャンスを作った。オッケー。あ、バカ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 。オーケー。誰、この試合最初の得点です。誰、グリーズマン。やはり陸の差が出てきた印象でしょうか。この辺カルバハル、あ、バババババババ、オーケー。いや怖いな、この位置のフリーキック。ほらほら怖いよ、姿勢低いからセンターバックたちが。これは見事なインターセプト。バー、同点ゴールなるか。危ねえ。マットリッチ、再び戻す。ホセル、パスをこの位置で防ぎます。サウル・ニゲス、ナイス、いいよ、カラスコ、カラスコスピードでぶち抜いちゃう。狙っていった。あーしゃー、ボールを近くの味方へ。グリズマンが芸術的クロス来た。お、あ、オンボール。いやめっちゃ喜んでるけど、オンボールだから多分オンボールですね、これは。あ、オンゴール。6点ぐらい取りたい、6点ぐらい。2点じゃ足んないよ、2点じゃ。危険な位置です。ウェイ、ショートコーナー、ナイスボール。すべ、空振りし、おーおー、おおおおお、なんで。ちょっと早めに点欲しいって。シュート枠外飛ばしてる場合じゃないんだから、マジで。アセンシオ出そう。アセンシオがどんなもんかもちょっと見たいからね。交代選手がピッチの脇に待機しています。ああ、サウル・ニゲス、選手の間でも信頼されているプレイヤーです。試合中でもこの選手にボールが集まりますよね、福西さん。はい、やはりこの選手のサッカーを見ていると楽しいですから、チームメイトもその楽しさを分かち合いたいのでしょう。ウクリス、あ、このプレーはホイッスル、ニューキャッスルにファールがありました。イエローカード。フリーキック精度は84のラキティッチ、デイロフェ83、あ、ラキティチか。ちょっと狙ってみますか。リードしているホームチームは時計を使います。アウェーサポーターはどう、うわ、ボールを蹴り出したい。ダメか。いや今枠飛んでたよね。ちょっと点取んないと、点を。ナイスボールですよ。危険な位置です。緊張感が増してきます。うまいうまい、グリズマン、うまい。サウル・ニゲス、福西さん、この選手は調子が良さそうですね。ゲームスリーパスだ。よいしょ。誰、サウル・ニゲス、いいですね。新戦力が輝いてます。グリーズマンのこの反転からのスーパス、素晴らしいやつ。ボールを奪った、いいタックルでした。カウンタータックに入るか。ナイスボール。これはいいぞ。デロフェル、そろそろ決めてください。そろそろ決めてください。なんでボール。デロフェル、カラスコ、カルバハルのドリブル突破からのさらにゴロシュート。素晴らしい、いいですね、カルバハル。完璧な試合運びですね。
ナイスシュー。ゼロではなぜこれができないのか、それはなぜか操作しているのが私だからです。理由すら感じさせます。ここはよくスペースが見えていました。最後デロフェ、デロフェかグリーズマン、ちょっと点取ってこいって。デロフェ最後さあ突破しましたよ。いいよいいよ、グリーズマンのスーパーシュー。今デロフェからグリーズマンじゃなかった？ポストに当たりましたが、そうですよね。いいボール飛んできましたね、ブラスルで。素晴らしい。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。ハイライトのさ、これこれ、フリーキック、フリーキック。おえ、クロスバー、ゴール判定システム。いや、どうゴールだろ、それは誰がどう見たって。そういう感じ。いや、でも枠いいコース飛んでますよね、これね。まあ、グリーズマン素晴らしいということでございます。今週引いていればベラッティとグリーズマン黒で億万長者だったのにそして今日引いたパックの占いによると、アスパス、まあ、サウル・ニゲス、そしてディエゴ・ロペス、この辺りが黒で来るんじゃないの。もし本当に来たらすごくない？転職しようかな。